えー、こんにちは福井教育支援サークルの吉田です今日は5年生の道徳奪われた自由についてお話をします。えー、内容項目は善悪の判断、自立と自由と責任です。えー、それでは話のあらすじを追ってみましょう。我流というのは森の番人です。えー、ジェラールというのはそのこの国の王子様です。えー、ガリューは 狩りをしてはいけない森の番人だったんですけども銃声がとどろくので言ってみるとジェラール王子が狩りをしてたんです。狩りりはは当然国の決まりは誰であろうと守っていただきますと詰めるんですがジェラールはこう言い放ちます人はしたいことを自由にできる自由な暮らしを望んでいるのだと、まあ、こんなへりくつをつけて狩りを牢に放,放り込んでしまうわけですね。 えー、さてこのジェラール王子王様が死んで後を継ぐわけですが、まあ、こんな調子でやっているわけですから国がすぐに乱れて、えー、とうとう自分が牢に放り込まれることになってしまいました、まあ、そこで我流と再会するわけです、えー、で一方我流の方は、まあ、これで釈放されて自由の身になるとその時に我流があなたもうちょっと自由について考えてみてくださいと王子様を諭すというところでお話が終わります、えーまあ、こんんなな話なんですけれども まあ真ん中にも書いたんですけども、ずいぶん無理のある話だなというふうに思います。えーねえー、なんで我流がだけが釈放されるんだという点でも釈然としない部分があります。ですが、ね、まあ、この正直を貫いたという話は、まあ、いろんな形で残っていますので、なんとか授業化してみたいなというふうに思い、いつものように、えー、小学校学習指導要領解説道徳の方を見てみました、えー、なるほどと思いました。 指導にあたっては自由と自分勝手の違いや自由だからこそできることやその良さを考えたりして自由な考えや行動の持つ意味なるほどと、うん、お話的に無理があるのであらすじを追うよりも自由と自分勝手の違い自由な考えや行動の持つ意味これを考えさせればいいんだなというふうに思いましたそれから自分の意思で考え判断し行動しなければならない場面やその後の影響を考える まあ自分の意思で考え判断し行動するというようなことについても何か考えさせたいなとそう思って、えー、授業案を立ててみました、えー、その前にねまずちょっとインターネットで自由とわがままの違いって調べてみました、まあ、簡単に言うと、まあ、他人に迷惑をかけるかかけないかここが自由で終わるかそれともわがままに落ちてしまうかの違いだということが分かりました ででは、発問です、えーね。まず最初は、ね、自由の定義から入りたいというので自由はまるだと、まあ、例えば自由は素晴らしいとか、まあ、こういった言葉を入れて自由というところに意識を持っていきたいなと思います、えー、次にです、ね、あなたは王子の言う自由はわがままだという我流の意見に反対ですかとみんな自由な暮らしを望んでいるという我流の意見に賛成か反対かについて意見を言わせたいなと思います えー、そこで、ですね、えー、自由とわがままの違いは何かと、この問いをぶつけたい、えー、いろいろ答えは出ると思うんですけど、まあ、こちらから定義を与えて、自由とわがままの違いは、他人に迷惑をかけるかどうかという考え方がありますと、じゃあ、王子のやったことはで何か迷惑をかけましたかと聞いてみたい、これは森番を牢屋に送っただとか、国が乱れたというふうに出てくると思いますね。だからもう何を 自由が何をしてもいいというわけじゃないということは、もうこの辺りで子どもたちは気づくと思います。その上でですね、えー、自分ができる、したいようにできる自由な世界、まあ、王子様が望んだ世界ですね、他人に迷惑をかけていけないというルールのある自由な世界、住みたいのはどちらですかということで、まあ、 子どもたちに意見を戦わせたいと、あもうおそらくはね、ほとんどがルールのある自由な世界というふうに言うと思うんですけども、まあ、自分の自由に対する考え方を整理させる場というふうにして位置づけたいなと、まあ、自分は今後どのような生き,た生き方をしたいのかという部分にも、まあ、このように問えばああ関わってくるかなというふうに思っています。えー、最後、自由について考えたことをノートに書きなさいという形で終わ,り終わろうかなと。まあえー、で,ですがね、まあ 今の世の中というのはみんな、ね、少なくとも他人に迷惑をかけていけないという中での自由さですよというようなこともまあ言ってみようかなと、まあ、出そうかななどと思いながら今授業を思い浮かべたところです、えー、先生方の教材研究のお役に立てば幸いです